会の会場となる人民大会堂へと続く道です。警察官がたくさん立っています。厳しい警戒が敷かれています。あさって開幕する中国共産党大会。5年に一度開かれる超大国中国の方向性が決まる重要会議です。首都北京は厳戒態勢。ゼロコロナも強化されています。党大会を取材する現地の記者も今日から2日間ホテルで隔離されます。こちらが隔離される部屋なんですが、立派なホテルですね。今回の隔離は、部屋から外に出てもいいということなんですが、ホテルの敷地から出てはいけないということです。毎日 PCR 検査が義務付けられます。中国共産党が一党支配する中国、そのトップに立つのが総書記の習近平氏です。党大会で慣例である2期10年の任期満了を迎えるはずですが、街には習近平新時代という文字。北京市内のモダンな作りの本屋さんです。こちらにひときわ赤いコーナーがあります。こちらにも、そして奥の方にも習主席の本がずらっと並んでいます。ここにも習近平新時代の文字が。こちらが習近平政権の10年の成果を展示する展覧会となっています。真ん中にですね、大きなディスプレイがあって、習近平主席の実績を称えるビデオが流されています。退任どころか次の5年次の10年を見据えるかのようなムードです。異例の3期目突入へ着々と準備を進めてきた習近平氏。さらには建国の父毛沢東と並ぶ党の最高ポスト党主席を復活させるのではとの憶測も飛び交っています。党主席には任期がありません。権力が集中し個人崇拝の対象となった毛沢東。結果死者1000万人とも言われる文化大革命を招きました。その反省から鄧小平が廃止したポストでもあります。歴史の教訓に背を向けるような動きは始まっています。人民領袖、人民愛。やりすぎだとも批判のあるゼロコロナ政策も成果として謳われています。個人崇拝の動きはすでに教育現場で進められていました。去年9月から小学生から高校生までの必修科目として習近平氏の思想が教えられています。对于这个读本，我觉得是对我们学习很有益处，就是例如政治方面，而且对我们祖国的认同感是比较强烈。習近平氏に権力がかつてないほど集中する中国を国民はどう思うのでしょうか。一个贫穷落后的国家变成一个强大的国家。人民自然要拥护他、支持他。所以说，崇拜这个气氛，这个加融，这个也是，人习近平领导的好嘛。一方で、我觉得已经上升到很高了。其实没必要说非要上纲上线，到达一个什么高度。我觉得，开放，疫情能更好一些吧。
去的话是不是担心经济？肯定担心，因为倒闭的公司太多了。テレビ朝日夜のニュース番組をスマホでも TVer で生配信しています。